そんな人でも自分のキャラクターをお店に行かないといけない時代なんだなと思って、うん、歌が上手いです、楽器が上手いです、うん、これを一生懸命発信してますだけで生きていけるのかな。ごく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 一部の中ではいけると思うわ。そうなのよ。最終的にじゃあどういうところかっていうと、さっき言った人間力って大切だなと思うんですよね。ロングランになってるアニメの中にアーティストとして生きるヒントはあるんじゃないかなと思う、うん、みんながみんなね、わーい私こんな人ですみたいなのを発信しだしたら、それそれでおかしなことになる。そう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 、本人がやらないっていう方法はあると思う。それあれをうっちゃやね、うん、あやりたくない仕事で依頼があったら やりたくないな、うん、自分なりに精一杯やるでしょ。そうやるよ、ね、もう香水とか怖いわ、あんなもうみんな歌い倒してるし、もう怖い怖い。コミュニケーションツールをどううまく使っていくのかっていうのって、うん、多分大事なんかなっていう気はする。そのツイッター、SNS とか、うん、TikTok とか、うん、あの何インスタグラムとか、そうそうそう、あのお客さんにねコンテンツを提供するだけじゃなくて、うん、コンテンツを提供するまでのコミュニケーション自体も、うん、それを楽しみにさせてあげる、うんうん、そこを楽しみとしてお客さんに提供できるアーティストっていうのは、あの生き残っていく一つの形なのかな、うん、かもしれないね、うん、で実際お客さんも喜ぶしね、うん、応援するってのってさ日常からつながってることでしょ、うん、年に何回かの演奏会がその時だけパタッていう話じゃないじゃないですか、うん、そうですね。例えば昔ながらの紙のチケットを売るんだったらその売買のやり取りとかね、そういうところまで全部含めて実はお客さんは楽しんでるわけじゃない、うん、だからわざわざあのチケットガイドとか言ったらピッてやっただけでチケットが買えるのに、うん、わざわざ本人から買いたいって そのコミュニケーションを ね、うん、求めてるわけで、ね、これでも難しいとこなのよ、うん、これがここカットされる方が大きいかもしれへんけども、変わって言うと比較的若い女性のアーティストさんになってくると、うん、そこにまつわるトラブルとかついて回るよね。そうなんですよ。だからこういったことをやるとこういうトラブルになるかもしれないっていうのは経験でしか分からないところもあるので、うん、まあでも本当に危ない目に遭っちゃったら困るので経験に言えないんですが、うん、やっぱりねいろいろ使いながら慣れていくっていうのもちょっと大事なとこではあるよね。そうね、いきなり満開に行くんじゃなくて、うん、そろっと試していきながら、あ自分に合ってる距離感、うんでこれぐらいなんかなってのを試しながら、難しいよね。こっち側でこの距離感と思ってはドゥドゥンってくる人もおるしね、うん、適切な距離感だと思ってた人が急に変わることもあるありますね、うん、難しいねんだから、うん、やっぱりそこを上手くなっていくことっていうのはちょっといるよね、うん、いるいる絶対いる。今回ねあのメジャーなアイドルさんとかだったりとかするとちゃんとあのそれをねあのご指導してくれるような人がいたりとか、うんフォローしてくれるようなマネージャーさんがいたりとかするんですけども、うん、みんな個人経営なんでね。そうね。コミュニケーションツールってのをうまくどう使っていくのかって結構重要かなとは思うですね。答えは今まだ見つかんないですけどね。ツールも進化するし、うん、こうやって指紋認証取られるからっていうのはあったね、うん、俺めっちゃこうやってるわ。だいぶ取られるんだよ親に、うん、あ、うんで終わった。はい、ツールも変わっていくし、うん、サービスも変わっていくし、世間一般の人のそういうツールに対するなんていうかな馴染み具合とかも変わっていくから日々変わっていくんだけど、ね、馴染み方が変わるとついそのなんていうの緩くなるからね、うん、あ舞台の上で一生懸命ハイクオリティなものを出したらもうそれがそのアーティストとしての成功だっていう時代にはなかなか戻らないような気はするですね。ならないですよね、うん、オペラとかでもいわゆる世界的なオペラ歌手とかでもみんなこう写真集みたいなの出したりとかモードに寄せた服を着たりとかして、うん、いかにこうおしゃれでいるかとかさ、うん、っていうのも必要だから、うん、もう本当に Vogue か何かの表紙じゃないかっていうぐらいのね、うん、みんなこうファッショナブルな感じになったりとかしてるから、うん、そういうのも含めてなんかこう商品価値をどんどん高める必要性がこれからのアーティストには必要なんだろうなと思う。あとねそうなってくるとね、うん、こうビジュアル大事じゃないかみたいな話になるんですけど、うんうん、美男美女だけが選択肢じゃないよね。あ、もちろんもちろん、うん、キャラクターが面白いってすごくそれはそれで魅力で、うん、
僕ね、あの大泉さんとか、あの室さんとかすごい好きなんですよ。室さんの芝居とかもそうだし、だからいわゆるあの脇役の人たち、バイプレイヤーって言われてる人たちの芝居とかすごく好きで、松重さんとかもすごい好きだし、ああいうポジションも必要だから、全員が全員今言った人たちがブサイクとかそういうわけじゃなくて、なんかああいったポジションを狙いに行く仕事も必要だなと思う。で僕はね、実はね、学生時代に主役になりたかったわけじゃないんですよ。俺めっちゃ脇役やりたかったね。やりたい作品5つ言ってくださいって言ったら全部脇役やったね。それがなんか求められることが多くなって、立場上こうだから主役をやることが多いけども、基本的に脇役の人なんですよ。センター張ることをね、みんなね考えるんだけど、そうじゃないんだよっていう話。センター張らずに地道にやったらいつまでかセンターに来ることもあるから、そもそも人生生きてる時点でもう自分の人生のセンター張ってんだから、それでいいわけですよ。なんかね、他人と比べてね、あの私は下手くそだからどうしようとか、あの人はうまいなとかって、みんなそういうお悩み相談みたいなのが来るんですけど、自分と向き合いましょう、ちゃんと。ズンの飯尾さん、あー、メガネこうやって残すよね。いや、まあ僕ネタも好きなんやけど、気がついたらめっちゃいろんなとこ出てる。そう、大好き。あのね、職場に一人いそうなちょっとひょうきんなおじさんみたいなポジションってね、あのポジションで演技できる人は他にいないでしょ。いないね、確立してるよね。もうあのボートレースの CM の僕も燃えるようやったけど、ぬるびでとか言ってたあれ、とろびでかいますけど、あれすっごい最高と思ったけどね。美男美女だけじゃない、そうキャラクターだからね、キャラクター確立しようと思ったら、あの別に配信しなくていいから、スマホのカメラでいいから、自分で架空の番組作って、そのカメラに向かって喋ってみる。ああ、面白いよね。言ったらいいと思う。ああ、なるほど。ほんで、もうなんていうのかな、それ見て笑わない自分の知人に見てもらって、こういうキャラクターの方がいいよ、っていうのもありかな。なんかね、そんなんでね、あの自分が美味しく見えるキャラクター作りって、結構あってもいいかな。わかる。今こう、もともと YouTuber で活躍してましたって言ってテレビ出てくる人とかで、なんていうのかな、やっぱりね、キャラ活かしてるだけで、別にそんなにもともと顔の造作がいいわけじゃないでしょ。失礼。なるほどね。でもやっぱり言いたいことはわかるわ。そこで自分のキャラを活かせるジャンル見つけてガーンってやったから跳ねるわけで、だからそういうね、こういう発信をしようっていう時に、必ずしもそれはマストじゃない、むしろ美男美女なんて、あの比べる人いくらでもおるから。そうなのよ。だからね、すごくね、大切なことはね、自分に都合のいいことをやったらダメだけども、なんか自分がいかに生かしきれるかという環境と、あのなんていう状況を作ることだと思うんですね。で僕はあのこの中の人が偶然同級生だったし、一緒に自治会やった人間だったから、まあこういう話も来たんだけども、だから乗っかってみようと思ったし、さっき言ったみたいに誰かがやらせてやらされるっていうパターンは意外とありだと思う。だからそういうのを一回皆さんも見つけましょう。だからあの一人でやるよりはね、一人でやるのは一人でやるので作っときながら、こういったね、なんか他者と一緒にやるのはね、意外と効果的かも。で俺もなんか喋ってることによって、あ、俺こんなこと考えてたんだっていうことが整理されるしね、逆に何も考えてなかったんだということもバレるしね。いや面白い、そうね、あの全力で一人でカエルの歌を歌ってみました。一人でやったら痛いけど、やらされてみて、あ、声楽家の人全力でやったらこんな迫力あんねやっていうのはコンテンツになるよね。前者は痛いけど後者はおもろいよね。前者でも後者でも俺はその場合やりたくないけどな。じゃないよお前。怖い。カエルの歌、カエルの歌が聞こえてくるよか。僕ね、アーティストの人にめっちゃ簡単なことやらしてみたいな。っていうのは、怖い、前もそんな話したかもしれんけど、歌の人が歌って、言うとったね、難しい歌やられても自分歌えへんから比較できへんの。自分も歌えるようなものをあのガチの人がやったらこんだけ変わるんやっていうのを見せてもらうと、この人すげえんやって分かるでしょ。やりたいこといっぱいあるんですよね。結構ね、収録場所の問題とかね。ここはね、まあ何しろこの広さなんでね、まあちょっと厳しいわね。ピアノがあるっていう意味で重宝はしてるんやけどね。今更ですけど、ここにこうやってあのアクリルパネルがありますので、
飛沫は防止しております。取り留めもなく話してみましたが、うん、人としての力を上げるかなと僕は思うな。でそれを発信する、うん、で発信するときに必ずしも自分で発信するんじゃなくて他人の力を借りるという手もある、うん、コミュニケーションツールを生かす、うん、そんなとこかな、うん、心を強く持ちましょう。もうみんなねネガティブなことを書きすぎる、インターネットとかに。これが一番インターネットで一番ダメなところかなと思ってるのは、うん、別にインターネットがダメなんじゃなくて僕らの弱さなんだけどね、うん、例えば Facebook みたいなところで言うとね、うん、あの人はいい車を買った、あの人はこんな家電をいっぱい買いました、ね、この人はこんな服買ってる、この人はこんな美味しいところに行ってる、うんうんうん、でこの人はっていう風にね、いろんなジャンルのね、うん、自分のお気に入りみたいな写真を撮ったりしてる、ね、ああいるね。実はでもね、車を買った人は車以外のところでいろいろ辛抱してるわけ。そうね。でいいもん食べに行ってる人はそれ以外のところで辛抱してるわけ、うんうん、ところがこれを全部見せられるとさ、自分以外の人は、うん、こんな車乗ってこんな服着てこんなもん食べに行って、うん、こんなとこ旅行行っててしてるんやって言って、うん、全てのとこ行って羨ましくなっちゃうの。あだからそこでその見えてるものでいう理想を叶えると、うん、5人分ぐらい稼がなあかん、うんうん、でそれがね、今の自分と身の回りを比較した時に自分がものすごい劣ってるように見えちゃう。それはね、落とし穴ね、うんうん、すごくネットでいろんな人の生活とかいろんな人の状況が見えちゃうことのネガティブな面だと。確かに、うん、で逆にそれをね発信しようとしたい人もいるからね、うん、こうなんかこんなに私はこんなに僕はっていうことをこう SNS とかでなんだろうな、人となりとしてアーティストとしてこう表なんてこう発信するのと、そうじゃなくて個人として発信するのをごっちゃにする人がいるんですよ。でここが難しい、うん、こんなん食べてますだけを発信していって、それまあファンの人以外の人も見てるけどみたいなね、うん、なんかそういうなんかいろんなバランスがあるんで、なんかみんなこうアカウントを住み分けたりとかするじゃないですか、うん、それができてない人はやっぱ難しいですよね、うんうん、SNS の発信ツールに足かせを稼ぐ、ほう、かせをつけるってのはいいかもしれない。例えばこういうこと以外は一切発信しないアカウントだって。ああそういうのはいいかもね、うんうん、ちなみにマサオツイッターのルールは、うん、一切ネガティブなことをツイートしない。素晴らしい。でなんかクソみたいなことは僕はフェイスブックで書く。ああ知ってる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 。まあよう見てる。まあよう見てる。必要よね。やっぱりその見て不快にならない。やっぱり僕たちはお客様っていうのことやから、そこを全なんていうかな、いかにこう僕という人間を楽しんでもらうかということで僕はツイッターやってるね。それで楽しんでくれるとか言ったらそれはそれでありかなと思うしね。うん。まあぜひ使ってください。僕で楽しんでください皆さん。はい、まあそんなことでいろいろぐだぐだと喋っていきましたが、やっぱりなんでこの話をしようかと思ったんですね。はいはいはい。うちの奥さんがこの間出張レッスンに行って帰ってきたわけです。うん。ほんならね、生徒さんはお子さんなんですけど、その親御さん、うん、親御さんもピアノ習ってるの、うん、同じレッスンしてるんだけど、うんうん、なんかね、こんなピアニストとかこんなピアニストとかでピアニスト YouTuber を教えてもらったんだ。へえ。でこの人知ってるって聞かれたんやけど、なんか最近はそうやってそのピアニストの人たちがいろんなものを発信してくれてるので、うん、見ててすごく楽しいですって言ってたんです。なるほどなるほど。でその話を聞いて、その発信する側も変わってるけど、うん、その趣味で音楽をやってる人の行動ももう明らかに変わってるんだな。そうね。ちょっとずつもともと変わってはきたんだけど、コロナって劇的に変わったでしょ、うん、でこの状態で今までと同じような演奏活動とか情報発信だったらなんかダメなんじゃない。そうね、それはそうかもねって思ったのでこの話をしてみたんです、うんうんうん。あんまりでも専門的なことになっていくと、今度はじゃあ大学の存在意義は何なんだとかなったりとか、専門学校の存在意義は何なんだってことになったりとか、そもそも音楽教室の存在意義って何なんだってことになってくるから、そこら辺のなんかバランスは難しいよね。うん、やっぱりね、誰にでも当てはまること以外のことを発信するのはやめた方がいい。なるほど。歌だったら私はこうやって深く息を吸うことを心がけてます、うん、ごめん分からへんけど、うん、それは大体の人に当てはまるんですよ。そこまではいいと思う。
なるほど。そっから先にこういう人にはこれを言わなきゃいけないみたいな、実際レッスンってそうなんですよ、相手を見て、うん、はい、で この部分のノウハウを発信しちゃうと当てはまらない人がそれを受け止めちゃって、ああそうね、そうそうそう、処方箋違うとね、そうそうそう、やっぱりもうエラーになるからね、うん、あの私肌かゆいのでって言ってあのこの薬塗りましたっていう話って、うん、同じかゆい人全員に当てはまる話じゃないですか、そう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 、だから健康の肌の健康のためによく寝ましょうこれがいいじゃん、うん、そこ以上のことを発信するのはやっぱりね気をつけないとね、気をつけないといけないし、逆にね専門家と称してるのにそんなことを発信している人の話は眉唾を揉んで見た方がいい、うん、もう分かるわ、というわけでもう53分になりました、よう喋った、そうね、合計で3時間喋ってんじゃない、へー、3話で、はい、というわけでお時間になってまいりました、そうだよそうだよ、コールの話をなんかしようって言ってたのに、俺たち修正だぜ、あやーんとかそんな、お前たちも過激に生きろよ、またね、疲れた時に出てきた感じっぽい、次回も過激にお送りします、あ今回過激やったかっていう話をね、そうやな、まあ、宿題にしようか、君たちも過激に生きろよ、ああまあありかもしれんけどな、この昭和のヒーロー感、はい、まあ宿題ですかね、そうだね、はい、まあ、てなことを13回目、うん、13回目にこんな話してますけどね、だーらだらしとるな、1月下旬、1月下旬配信予定、多分30日までやったら30日に、メイシアターさんの大ホールで、古瀬さんとコンサートをやります、はい、1時間のワンコイコンサートです、500円で見れますのでぜひご来場ください、2月は僕は今のところ出演予定はございませんが、3月に関西歌劇団の、若手によるポッペアの体感とティトの慈悲という作品をそれぞれ、ハイライトでお送りします、僕はあのティトの慈悲の方の、まあ、いわゆる声楽指導監督的なことをやっております、4月に関西歌劇団のガラコンサートと、九州での、長女夫人の公演があります、はい、九州のってだいぶ広いよ、そうだよね、来た博多の方、あ、なるほど、うん、ですまた、はい、はい、あの近々できるかなと思います、あ、またあのそこで僕がインタビュー動画もあるので、うん、まだこちらになっております、 URL こちらです、見てください、はい、この番組は、音楽家の人物像を知っていただいて劇場に足を運んでいただきたいと熊野正夫が発信している YouTube チャンネルでお送りしております、はい、ご覧になった方は熊野正夫からぜひチャンネル登録をお願いいたします、また正夫は日々お出かけをして、まあコロナなんで最近あんまりお出かけしてませんが、その様子を Twitter で公開しております、そちらもよろしければフォローしてみてください、ちなみに清さんの Twitter はこちら、試しにやってみましょうか、さっきの、うん、というわけで今週は以上です、ああ、そこか、なるほど、次回も過激にお届けしたいと思います、ではは、はい、はい、はあ